双葉町情報 FM いわき発、この番組は双葉町の皆さんへ情報やメッセージをお届けする番組です。双葉町役場からの最新の情報はもちろん、双葉町民からのメッセージなどお役立ち情報とともに双葉の今の声をお届けします。双葉郡双葉町、双葉町民の皆さんへさまざまな情報を発信している双葉町情報 FM いわき発。まずは双葉町役場からの情報です。はじめに被災家屋等の解体申請受付窓口の設置についてお知らせします。9月下旬より双葉町役場いわき事務所内に被災家屋等の解体申請窓口を設置しておりますのでお知らせします。今後の被災家屋等の解体申請につきましては、受付窓口にてご相談いただきますようお願いいたします。受付窓口の設置場所は双葉町役場いわき事務所1階住民生活課脇スペース。受付時間は月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分までです。被災家屋等の解体申請の対象や解体申請の際に必要な書類等の詳しい内容は広報双葉10月号に同封のお知らせ、または町ホームページをご覧ください。被災家屋等の解体申請受付に関するお問い合わせは電話 0120-773-275 番までお願いします。おしまいに行政相談委員による相談所開設についてお知らせします。10月16日月曜日から22日日曜日までの1週間は行政相談週間です。行政相談は役所、国、県および市町村などの仕事に関して苦情や困っていること、心配なこと、要望したいことなどについて相談に応じ、その解決をお手伝いするものです。双葉町行政相談委員による行政相談所の開催日時は10月17日火曜午前10時からお昼12時、午後1時から午後3時で、場所は双葉町役場いわき事務所2階小会議室となっています。相談は無料で秘密は厳守されますので、お気軽にご相談ください。行政相談委員による相談所開設に関するお問い合わせは秘書広報課電話 0246-84-5202 番までお願いします。以上、この時間は双葉町役場からの最新の情報をお伝えしました。続いて今週は双葉町役場秘書広報課南保真也さんにお話を伺いました。それでは今日のこの時間は富山県黒部市からの支援職員さんです。現在は秘書広報課に勤務されています南保真也さんです。南保さん、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。富山県は黒部市からお越しいただいてるんですね。はい、はい、そうなんです。南保さんが支援員になったのにはどんな理由があったんですか？はい、私で、黒部市から、はい、震災直後からなんですけど、うん、6年間で、12人の、職員が支援職員ということで、はい、双葉町にお世話になっているんですけれども、はい、双葉町から距離も離れているので、なかなか
その実情というか、うんうん、まあ、報道されていることしか、そうですね、見えてこないっていうのがありまして、ね、うん、はい、実際、まあ、目で見て確かめてみたいっていうのと、うん、あと、まあ、先輩職員からも、行ってきて、うん、学ぶべきことはたくさんあるから、はあ、ぜひ行ってきなさいというような言葉もいただいたので、はいはいはい、そうですか、まあ、実際来てみてね、いわき事務所の、双葉町いわき事務所の雰囲気っていうのはどうですか？ですね、非常に町長をはじめとして、うんうん、皆さんフレンドリーというか、はい、温かく迎え入れていただいたので、うん、まあ、私もともとスポーツするのが好きで、はい、まあ、双葉町の職員の方と野球をしたりとか、うんうん、あとは、まあ、先日もフットサルの大会に出たりとか、すごい楽しそう。いろいろ精力的に活動させていただいております、うん、スポーツっていいですよね、すぐ友達になりますよね。そうです ね、はい、わきあいあいと楽しんでいます。うん、現在ね、双葉町いわき事務所はいわき市の上田町というところにございますけれども、はい、上田町での生活はどうですか、慣れましたか？慣れました。よかった。向こう、黒部とは天気が全然違くて、うん、非常に晴れの日が晴れの日多いですよね、はい、サンシャインいわきですよね。快適に過ごしております。よかったです、気に入っていただけて何よりです。はい、はい、そして現在支援員としてね、双葉町いわき事務所秘書広報課に勤務されているということですけれども、はい、南保さんが主に担当しているお仕事ってどんなお仕事ですか？はい、私はタブレット事業と、はい、町のホームページの、管理運営というところに携わっております。はい、双葉町のホームページ開きながら放送も聞いてください。あ、これ作ってる人なんだなってね、思いながらね。はい、そうなんです、はい、今日はですね、その中からタブレット事業について伺っていきたいと思います。このタブレットっていうのはどういうことができますか？はい、まあ、主になんですけど、はい、町の情報であったりとか、はい、あとは、コミュニティ広場っていう、うん、まあ、町民の方が、自由に投稿できるようなものもありまして、はい、まあ、意見交換というか、ね、そういうのは、はい、できるんです。はい、これってなんとなくこうとっつきにくい感じ、難しそうだなって思いますけれども、はい、どうですか、使いこなすことっていうのは誰でもできそうですか？はい、まあ、スマートフォンと同じような使い方というふうに私はいつも説明させていただいているんですけれども、わかりやすい、はい、まあ、ご高齢の方だと、うん、まあ、どうしても、まあ、食わず嫌いというか、触ったことがないのでなんか怖いんですよね、壊れちゃうんじゃないかとかっていう意見も聞くんですけれども、うん、決してそんなことはなくてですね、うんうん、まあ、最初に覚えることは少しはあるんですけれども、はい、そのちょっと覚えることを、うん、マスターしていただければ、うん、誰でも簡単に使いこなせる便利な機械ですので、それでも使い方がわからないっていう場合は、なんかこう、はい、方法っていうのはあるんですか？はい、今現在毎月タブレットの個別相談会っていうもの と、はい、各月というか、うん、年に 2,3 回なんですけれども、はい、タブレットコミュニティ集会というものを開催させていただいております、うん、まず個別相談会があるのが羨ましいですね、はい、ちょっとずつ自分がわからないところをしっかり教えていただける、それからタブレットコミュニティ集会、はい、これ11月から始まるんですか？そうなんです、今年度第3回目のタブレットコミュニティ集会を、はい、11月から、はい、まあ、全国15箇所すごい開催させていただきますので、開催場所が15箇所もあるということでね、はい、そうなんです。はい、それではそのコミュニティ集会ではどういうことをやるんですか？はい、まだちょっと確定はしてないんですけれども、はい、これから、まあ、年末年始ということもありまして、うん、タブレット端末で年賀状を作ってみようというような、うわー最高いいですね、はい、ということをちょっと計画しております。計画中ね、はい、なるほど、計画中であります。そのタブレットコミュニティ集会というのは、
申し込みは必要ですか、はい、あるいはタブレットを持ってないと参加できないですか。申し込みは不要でございます。おー、さすが誰でも受け入れるって感じですね。はい、はい、でタブレット端末も、うん、ない方でも参加することができます。わかりました。詳しくはですね、はい、後日ホームページも担当されております南保さんがアップしますので、はい、ホームページに、はい、チェック、それからタブレットにもアップしていきますのでね、詳しくはそちらで後日ご確認いただければと思います、はい、よろしくお願いします。そして9月末で終了となったタブレットの新規申し込みが延長されているというふうに伺いました。はい、申し込みができる方の対象者っていうのはどういう方ですか。はい、平成23年3月11日時点において、はい、双葉町に住所を有していた方となります。はい、はい、わかりやすいです。そして、はい、申し込み方法や募集期間はございますか。はい、申し込み方法に関しては、詳細に関しては11月の、広報双葉に掲載させていただく予定なんですけれども、はい、申し込み方法に関してはそちらに記載しております。わかりました。そちらで確認していただいて、はい、いやどうしようかなって迷う方はね、迷ったら申し込むで、ね、考えていただけたらなと思います。はい、はい、そしてもうあと半年切っちゃったんですね、いわき事務所での勤務。そうなんです。あら、はい、いやこれからどういう気持ちでお仕事していきたいというふうに南保さんお考えですか。はい、町民の皆さんに私もいろいろなイベント、タブレットコミュニティ集会等も参加していますので、はい、一人でも多くの方に、はい、顔と名前を覚えていただいて、覚えてもらってね、はい、また町長からもよく言われるんですけれども、はい、黒部に戻った時に、うん、黒部市役所の、うん、双葉町支所というようなことで、はい、黒部というか富山県の方にも今の双葉町の現状を、ね、広めていっていただきたいというようなことも言っていただいているので、ぜひともお願いします。はい、わかりました。はい、最後になりますが双葉町の皆さんにメッセージを一言お願いします。はい、これから私もタブレットコミュニティ集会等参加させていただきますので、私を見かけたらぜひ声をかけていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、南に保つと書いて南保さんです。はい、ぜひ覚えてください。なかなか内名詞だと思うので、はい、もう忘れられませんね。はい、はい、ということで今日は、秘書広報課の南保さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。町情報 FM いわき発、この番組は双葉町民の皆さんへ双葉町の情報を FM いわきからお届けしました。